どうも、ちゃこ先生です。本日は私がクイズ形式みたいな感じでやっていく動画にしたいと思います。で、何のクイズかっていうと、創作漢字コンテストっていうのがあってですね、それがなんか年末ぐらいに発表されてるのかな、毎年で、結構長い年数、もう10年ぐらい多分やってると思うんですけど、で、毎年こう大賞とか、優秀賞みたいなこう賞が、授与されて、たまにテレビとかでもね、こうクイズ形式で、出題されてるんですけども、今回はですね、10代が考えた創作漢字を、まあご紹介しつつ、雑談しながら、やっていく、ゆるい動画になっておりますので、よろしくお願いします。じゃあ、まず一つ目。はい、これはですね、さっき10代とか言いましたけど、もっと若いです。9歳の子が考えた漢字です。これで何と読むでしょう。音読みの方はそのままなので、これは書きますね。まあ、虫っていう字からできてるのはわかりますか。で、ここが少しへこんでいるというか欠けている漢字ですね。訓読みが4文字になります。さあ、考えてくださいね。最初の1文字目むなんとかなんとかなんとかです。し、あと2文字くるんですよ。この形がヒントですね。答えまで3、2、1。正解は、虫食いという字でした。要は、葉っぱの虫食い、ここの形を、虫っていう字に入れたっていうのがね、なかなか可愛らしいじゃないですか。これ9歳が考えたんですよ。なかなかセンスあるんじゃないですか。もともとの字から少し変化させてっていうのね。これ面白いので、はい、1つ目です。次もね、可愛い漢字です。三角しかありません。14歳の子が考えた漢字ですね。音読みは、まあ、そのまま、土という字からできてますね。このギザギザしているところがヒントになります。じゃあ、訓読みを当ててください。3文字です。土の中にいるっていう感じですね。あ、すごい大ヒントあげちゃいましたけど。さあ、いきますよ。答えまで3、2、1。正解は、ミミズです。土の中にいる、このミミズのくねくねしたね、様子がよく出てませんか。これ、なかなか頭いいなというか。はい。次は13歳の子が考えた字です。いきますよ。これ書き順合ってんのかわかんないんですけど。まあ、これはまあ、読み方簡単ですよね。もともとの字は、こう忍者の忍ですよね。そのまんまなんですけど、音読みは忍。で、この一文字で、忍者と忍びと読むそうです。ここの防線って壁ですよね。こういう。壁から顔出して見てるみたいなやつと同じで、これナルトなんですけど忍者がこう壁から覗いてるっていう感じですよね。防線が1個入ることによってよりそれっぽくなるのが面白いなと思いました。じゃあ次いきます。はい、これで、今日は最後ですね。これ結構ね、有名なのかもしれない。なんて読むか考えながら見ててください。中に木が入ってます。大、こういう字です。もともとの字はね、亀ですね。ヒントとしてはこの木と大ですね。はい、ゲームが好きな人にはすぐ分かっちゃうかなと思います。大ヒント、ポケモンでございます。それでは答えまで3、2、1。はい、正解いきます。ドダイトスです。背中に木背負ってるあの亀ね、あのでかい亀、こんなやつ。ちょっとへったくそですけど、背中に、木を背負ってるので、この木っていう字が来て、で、このドダイトスは2段階進化の3段階目なので、大きいんですよ。だからこう大きいっていう字が入って、で、全体としては亀だよっていうことなので、この字なんですね。で、これすごいのがね、なんとこの字を考えたのが8歳、日本人ではなくオーストラリアに住んでいる子が考えたんですね。なんかポケモンがね、こうちゃんと世界中に愛されているんだなっていうのとか、こう木とか台っていうのを入れるあたりからね、こう一文字でそれが伝わるようにこう意味を込められるっていう創作漢字の面白さがよくわかる字かなと思って選ばせていただきました。他にも面白い
10代が考えた字がいっぱいあるのでご紹介していけたらなと思います。本日の動画は以上です。ありがとうございました。